ふつぬまは、青森県三沢市の北部に位置し、小川原湖に隣接する低層湿原である。ふつぬまは高さ1から3メートル程度のヨシやタイ、アゼソゲの群落に覆われており、ツボスミレやタヌキも、イなどの植物が生育している。世界的に絶滅危機にある、国際自然保護連合や、環境省のレッドリストに掲載されている大石化や、コジュリンなどの繁殖地や、大ヨシゴイや、 シマクイノなどの生息地となっている。アシュ、オウセッカは日本固有アシュで2500個体程度生息していると推定されているが、そのうち1200個体程度が普通沼に生息していると考えられている。環境省による鳥獣保国指定時の調査結果これらのことより2005年11月1日に国指定物沼鳥獣保国に指定されており、同年11月8日に 国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された。普通沼はもともとは海跡湖であり、そこを干拓して水田が形成された。昭和40年代から国の減炭政策が始まるが、稲作農家は懸命に湿地からの排水や入れを行う。いつしかそこは、大石化などの鳥類の生息地となり、野鳥保護の意見が集まるようになった。 青い森鉄道線三沢駅や三沢中心市街地から離れている。三沢市、コミュニティバスで近くを通る路線もあるが、運行本数、曜日が限られており、公共交通での探訪は困難である。ありがとうございます。